ぜひ聞いてください。そしてラジオネーム太って塾講師さん、はい、自分の職場では年に1回ソフトボール大会があります、うん、女性の参加を促すために9人のうち最低2人は女性が出場しなくてはならないという特別ルールがあったのですが、うん、女性の参加者が少なかった年に女装をしたら男性も女性の代わりに出場できるというルールに変更。ちゃんとした服を買うお金がなかったのでメイド服のエプロンを購入。まるでボッチャマくん、お坊ちゃまくんだ漫画の、はい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 、前なんかアッシュさんが言ってたんだな、うんうん、ビンボッチャマ、うん、かっこ登場人物、うん、みたいな状態でソフトボールをしたのが人生唯一のコスプレですかね。前から見たらちゃんとコスプレになってたと思います、うん、安心してください。履いてましたよ。どこ行っちゃったんですかねあの人、ね、で同世代の豊かなら、うん、豊かならって言っちゃったすいません、同世代の豊かさんなら、はい、お坊ちゃまくんもビンボッチャマも知ってるはずと、うん、どう知ってます？わかるけど、ビンボッチャマってその、うん、洋服を表面しか着てないの。ほうほうほう。だから後ろから見ると素っ裸みたいな。はいはいはい、はい、紐で結んでるってキャラだから、うん、そのエプロンを結んでビンボッチャマみたいになってるってことは、うん、この人だから、まあ、履いてましたよってことだから、うん、でもエプロンしかしてなかったってこと？前掛けしかしてなかったってことじゃん。そうしてなかったってこと。後ろ素っ裸ってことでしょ？パンツ履いてるけどみたいな。うんうん、やばくない？やばいよ。やばくない？それで女性とみなされたなんて。やば。女性の謝ってください。超変態じゃん、ね、ちょっとあの人意外と変態だよね。いや変態ですよ。そんなマジマジと言わなくてもいいよ、大丈夫分かってるから。いやでも男性は変態くらいがちょうどいいってねよく言いますから。はい、あ僕今言わせてないですからね、今彼女の発言ですからね。違います、今言わせました。怒られても知らないですからね。僕じゃないです今言わせたのは。やだな。いや私は結構、うん、ちょっとぐらいエッチなセクシーな男性の方が好きということです、うんうんうん、らしいです皆さん。僕今言わせてないですからね。彼女本人が自分から言いましたからね、やっぱねそのセクシーでございます。